つまらんな。つまらない試合だな。新興海を去った後、俺たちは海を越えて他の国を渡り歩いていた。日々新たな刺激を求めながら、時折空を眺めて思う。空の色はどこも変わらない。自然があふれる南米のこの地にいても、空はすべてつながっているんだと思い知らされる。コーヒー二つ、お待たせ。どうも。なんだ、潮らしい顔をして空なんて見上げて。いや、空はどこへ行っても変わらないなと思って。当然だろ。新興味を離れて随分経つな。ホームシックか。全然。あんな小さな島でくすぶってるより今の方がマシだ。違うか。ああ、あんたといればトラブルには事欠かないしな。楽しいだろ。コーヒーおいしい？え？おう。コーヒーは観光以外でこの小さな国の重要な資源の一つなんだよ。へえ。あなたたち日本人？この町へはビジネスで？いや。どうして日本人だと？この町日系人が多くてね、昔から日本とのビジネスが盛んなんだ。だからあなたたちもそうなのかなって。そうか。どうした？このコーヒーの味に覚えはないか？うん。ああ、新興味にいた頃はよく通ってた喫茶店の味に似てるかもな。おい、誰かいねえのか？あ、はい、今行きます。あの人たち、この辺のコーヒー農場を仕切ってるカルテルの人間だ。カルテル？関わらない方がいい。最近商売がうまくいかなくて苛立ってるらしいから。なんだよ、アジア人か。ここは観光で来るような店じゃねえんだ。とっとと出てけ。ここは俺たちの席だ。そうか。てめえ、聞こえてただろ。ここは俺たちの席だって言ってるんだよ。さっさとどけ。知るか。他の席が空いてるだろ。だと？待て、こいつの、この間の掛け試合でお前に勝ったやつじゃねえか。てめえ、あの時はよくも。誰だ、覚えてないな。この野郎。ちょうど暇で退屈してたところだ。来い。あ、お客さん、ちょっと。ふざけやがって。くそ。おい、てめえ、何座って見物してんだよ。もう終わりか。あっけないな。なかなかやるな、お前たち。いい腕だ。誰だ？ちょっとした通りがかりだよ。とは、行くぞ。待て、話がある。仕事をする気はないか？ないな。本気で言ってるんだ。お前たちの強さを見込んで頼みたい仕事がある。うん。